じゃあちょっとすごい事前にこのコメントもらって一番多かったのがね、やっぱりね、お腹の張りがちょっとひどくてっていうので、あかりさんから、休むにも休めずほっといて行って大丈夫なのですかって、張った時の対処法とか何か休む以外ないのでしょうかっていう質問なんですけど、これ張るっていうのはそもそも何で張るんですか？お腹自体が、風船みたいな状況だと思っていただければ。風船みたいな、で、風船が三角形の土台の上に乗ってるような形になっているんですけど、立つことによって重力ってかかるじゃないですか、そうすると、下に台があるものの上に風船が乗ってるので重力で潰されやすくなるわけです、そうすると圧がかかってきてお腹が張ってしまうっていう状況なんですけど、一日中立ってると重力で一日中お腹がさらされているので、そうするとどん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 骨盤の中に地球がその風船が入り込んできてしまうような感じです。なるほど。で、圧迫されてお腹が張ってしまう。あとでもストレスとかもありますよね。そうです、疲れたとか、疲れとか冷えとか、日は冷えですって皆さん寒くてもお腹張ったりとか張ったりするんですね、それ張るとやっぱり赤ちゃん負担は、そうですね、かかりますね。やっぱりギューッと赤ちゃんがいる空間がちっちゃくなっちゃってグーってなるから押されて、よくお腹張ったら休んでねっていうのは、ずっと立ってると重力にさらされて子宮が潰れちゃってる状態なので、横になれば重力から解放されるので、お腹が圧がかからなくなって柔らかくなるよっていうような、そういうことなんですね。他にも、切迫流産で服薬中です、先生から安静にしてねと言われてるんですけども、一人目もいるので様子を見ながら安静にしてるけども、時々張ったり痛んだりすると、でやっぱりお腹が張らないようにするにはどうしたらいいんでしょうかって書いてるけども、休み以外ない。ないです。もう薬飲んで安静ですってそっか、もうこれはもう大変な状況っていうのは本当にわかるんですけど、ないですね。なるほどね私7ヶ月ぐらいまでは全然そのフラットの状態でいて、疲れたりとか本当それこそ立ちっぱなしで仕事でってなった時に張るっていうオンオフみたいなのがすごい分かったんですよね、あ、張ったなっていうのが、じゃあ休もうって。でも8ヶ月目、今ちょうど8ヶ月入ってからなんかね、全体的に張っている感じがするんですよ。でもそれは張っているというよりはなんか伸びてる感じもするんですよね。だからもしかしたらこの8ヶ月に入ってすごいこと起きてないじゃないですか、皮が伸びてるっていう感覚もあるじゃないですか、あるかもしれない。そうですよね。ってなってくると、何の違いで判断した方がいいのかっていうところもなると思うんですけど、皮膚の張りだったら多分お腹柔らかいと思うんですよね。触ってもらうとお腹が確かに柔らかい、だけど、張りでお腹自体が張っちゃってる状態だと、お腹自体もちょっとパチコチに硬くなっちゃってるっていうのがやっぱり違いになってくるのかなって。触ってみて本当に硬いわっていう時はもう本当に張っているんですね。でプラスで下腹部、お腹の下の方に生理痛みたいな痛みがあるような時っていうのは、よく言われるお腹の張りですって言われるものの症状だと思う。なるほどね。あ、確かにカチカチになるというか、そうね、書いてあるね、ハルとドッジボールみたいな、ドッジボールみたいな、ボールでいいんじゃないそれ、ドッジボールって球技だな、ドッジボール、なるほどね、へこまないっていうことなのね。妊娠30週ですが、仰向けで寝るのはどうですかって。仰向けに関しては、赤ちゃんがいる子宮の後ろ側に血管、大きな血管がいるんですけども、お腹が大きくなってくるとその血管が仰向けで寝てると潰されやすくなっちゃうので、こう寝てるとね、そうすると血流が悪くなっちゃうので、気持ち悪くなっちゃったりする方いらっしゃるんですけど、基本的に症状ないんだったら絶対ダメっていう、絶対ダメっていう感じではないっていう感じですね。ただ人によってはうめくじゃないと寝れないっていう方もいらっしゃるので、もし上向きで寝るんでしたら背中の後ろにクッションとか、毛布を四つ折りとかにしたものでもいいと思うので、背中に少しだけ入れてあげると体がちょっとだけ上がるので楽に寝てもらうことが、なるほど、上向きでちょっとだけこう背中に、あ、へえ、そうするとちょっとこうちょっとこうなりますね。リクライニングではないですけど、なるほど、それでやってあげるだけでも圧が変わってくる、向きが変わって圧が
少し楽になりますね。これどのような針になったら気をつければいいですかって言ってるんですけど、これ自分で感じて、あ、この針やばいなっていう針って何かあります？今多分この質問が来た方って多分病院でも長さを測っていただいて、うんうんうん、先生から問題ないって言われているっていうことであれば、まあ今の針ぐらいが続くっていうのであれば、うんうんうん、まあ様子見ていただいてでもいいのかなって思うんですけど、痛みが出てくるとか、痛みとか、例えばこの方どうかわかんないけど、休んだらそれでも落ち着いてくれるっていうんだったのが、うんうん、休んでも落ち着かなくなっちゃうとか、うんうんうん、あとはやっぱり出血がしてくるとか、そういうの症状があったらすぐ病院に電話して受診していただきたいなと思いますね。なるほど。今こういう症状で休んで見たけどやっぱり症状が出てくる、受診した方がいいですか、うんうんうん、っていう形で相談していただくといいかなと思います。だからしばらくこの経過を自分でこう、そうですね、ゆっくりこうじっくり見て見た方がいいかもしれないですね。まず休んでみてどうかなっていう感じですね。確かに。そっか、これ針止め飲んでますっていう人もたまにいましたけど、うんうん、基本的に飲んで何かお子さんに害があるっていうものではないです。あ、そうなんだ、うん、今むしろ出てきちゃう方のが赤ちゃんにとってはすごくリスクなので。なるほどね、うん、そこで生まれちゃったら大変なので。なるほど。なのでく針を抑える針止めだったりとか休むとか。そうですね。だからそっか、それ以外その貼った時の対処法、休み以外ないですかっていうのも、うん、休み以外ないんですね。そうなんです。休み以外ないんです。これがもう本当にね、上にお子さんがいたりするお母さんは大変ですね。本当そうだと思います。もうやっぱり、ね、いつもこういう計算婦さんのお母さんからは、うん、動かないと何もできなくてどうしたらいいですかっていう。そうだよね。そう、すごく言われますね。なるほど。でもやっぱりこの質問を受けて同僚とかにも何かあるかなっていうのを普通に一回聞いてみたんですけど、いやもう休むしかないでしょっていうふうにはもう、うんうんうん、先生たちも言いますね。なるほどね。